ディスペアチャンピオン様、俺の挑戦楽しんでくれてるみたいで何よりだ。それに、俺との戦いの後に何かが欲しいだって？安心しろ。スリーカウントの後に圧倒的な敗北感とお前よりも高い壁がここにいるっていう現実を思い知らせてやるよ。Hey, oh, thank you. Hey, get some water. You gotta hydrate. We got 1 week. Yeah. So we got a new IWGP Junior Heavyweight Champion, the Bone Daddy, Taiji Ishimori. I don't know what he just said. Probably something about Bullet Club having the cutest tag team in New Japan Pro Wrestling. How I've got the sweetest new merch in New Japan Pro Wrestling. And how Bullet Club is gonna have all the IWGP Junior Heavyweight Championships. Because at the end of the day, that's what matters. Championships in Bullet Club. Yes. I cannot wait for Sapporo. You good? Yeah. You good? Yeah, you're very sweaty. Very sweaty. I think. Here you go. Let's go. Yeah. All done. No more comment. Sapporo, we go, Hokkaido. White. Yesterday I had black. I told you guys. Tweet New Japan World. Tweet New Japan Global. You want the new Summer Slime skull? Otherwise, they're probably not gonna come out till next year. You gotta be on top of this shit. Come on, guys. Bullet Club's cutest tag team. Out. ようやく。長い長い伝承戦。そんなにまあ長くなかったな。言うたって、あいつがシングルの挑戦表明してからどれだけ経ってた？だいぶ経っただろう。なあ、まずタッグとでシングルをいただくと、まあなあ、そうだろうなあ、 3K の方がやるんだったら安牌だもんな。なあ、先に勝って勢いをつけようっていう気持ちはよくわかる。先に俺とやって、まあ勝とうが負けようが勢いっつうのはさ、やっぱカッソつくんだよな。だから先に 3K みてえなチャンピオンなのに強いイメージのないやつらからベルトを取ろうとな、それはよくわかるよ。その後にその勢いだけで取れると思うか。まあ言うてもな、石森お前は、まあ俺は勝手に思ってるだけだぞ。これを見てる他のうぞむぞへどう思ってるか知らん。俺ははっきり言って世界でもトップクラスの選手だっていうのはよく分かってる。そのつもりだちな。だってそうだろ、単身アメリカ行ったりイギリスとかメキシコとかその辺は行ったかどうか知らんけど、要は海外でだ、自分の名前だけでオファーを受けてその国の人間ととんでもない試合をしてお金を稼いで生活をしていた人間だ。それだけのやつだぜ。それだけのポテンシャルを持ってる。そんなやつとやるからこそこのベルトは価値があるんだ。俺自身に価値があるわけじゃない。そういうやつとやって俺が勝つからベルトに価値が生まれるんだ。ベルトの価値ってのはそういうもんだろ多分な。俺が思うに俺自身に俺が価値があるとは一切思っていない。だからベルトの価値と俺の価値を上げるために次のタイトルマッチは存在して、もうこれでお前負けてみろ。お前口が達者なだけで試合で大したことを見せられず結果も残せず
ずっと馬娘に課金してるだけのどうしようもないレスラーになっちまう。世界一になるためには俺はここで何でもしてる。このベルトを世界一にもう一回しないといけない気がするから。